二人とも落ちた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。何にびっくりしたの？こっちがびっくりするからやめてよ。はい、そして。よいしょ。お、ハート。ラッキー。これは特に何もないのか？何もなさげ。なんかめっちゃ鏡ではないんか。向こう側が映っとんかな。よいしょ。あ！取れる。よいしょ。取れたけんないんやって思ったけど、まあ、回復。いい感じ。二人で一緒に映っとる。映っとるっていうか。この辺も部屋。二人で描いてもらっとる絵がいっぱいあるね。でもなんか、なんかちょっと違う？扉であったんか、これ。あ、普通に入れた。あっこにもなんか、この部屋もレーザー？何あれ？宝石？へえ、ほら、この部屋にもレーザー止めるスイッチがそこに。入れんやん。あれ、鍵？鍵なんや、あれ。あ、そういうこと。からはいけないのか。なるほど。ことは、今は無理ってことかな。そういうこと？え、でも、じゃあ、いつ行けるんやろ。他に扉、扉開きそうな場所。あ、ここも扉？あ、でっかい扉や。なるほど。よし。行くぜ。おー。これ開けれる？すごーい。あれやん。化粧用品とか入れとるってことやろ、これ。すげえ。めっちゃお金かかってそうやな。あ、服もある。服もある。あ、引っぺがせる。ん？これは？これ的じゃない？ちょ、待って。ちゃんと。この辺や。この辺か。よし。これ多分さ、両側から行くやつ。あ、両側これじゃなくてもいいのかな？何？なんか開いたよ。あー、要はウォークインクローゼットってこと？まあ、ここにあるのはお金だけれど。で、まあ、そんな感じやね。よいしょ。へえ、すごいね、仕掛け。これなんかできるの？おー、なんか出てきた、出てきた。それも、あー！ここも？え、そうだったんすか？今初めて知ったんだけど。え？あ、普通に行けた。そして、ここも。よいしょー。普通にくぐり抜けてこれるレベルってことね。あ、え？床が回転した。なに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 ？あ、鍵！そしてスイッチはあそこ。え？なんだ、どうするんだ。ちょ、え？めっちゃ傾く、傾く、傾く、傾く。あ、え？え？これは、とりあえず、二人いるって、ってことか？怖い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 。でも二人。どういう感じなんやろ。何をどうせ進んでいくんだ、これは。こう上がってって、あ、これで、多分、ルイージが、ここ行って、
はい、スイッチ。これで、どう行けばいいんだ。ああ二人とも落ちた。ちょっと、はい、乗ります。で、乗ります。で、こう、動く。危ねえ。ちょ、待って。すごい死にそうな感じするね。怖すぎる。ちょ、待って。あまりにも傾かなさすぎても、ゆっくり落ちていくんよね。あ、これいけるんじゃない？やったー！ゲットー！ちょ、危ねえ！危なーい！はい、これで。あー、ちょっと待って。助けて。戻ってき方。はい、これで、鍵ゲットー。ふぅ、しかしここで体力が一気になくなってしまった。なんてこったい。なんかこの上の、一番上の方にも何かしら、あったような感じがしたけど。でも危険だからやめておこう。ああ、なに？この体力がない状態で。え？おう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 、狭いよ。結構狭いよ。どこですか？あいえいえいえい、夜明けはどこでしょう？何？どこから出てくるの？うわぁ、悪ガキたちが。降りすぎやろ。なんなの？スラム街のギャングかなんかなの？ちょ、君、サングラスしてんな。おい。待って！ちょ、体力。ちょ、危ない。はい。でい。君らのその武器を。ちょ、待って。ハート、ハート大事。はい。そんで、3、2、1、ペン。とりあえず、首の皮1枚繋がった感が。待って、そこの。え？やっつけてないよね。え、なんで明るくなった？普通に。まだいるでしょうよ。ほら。へい。痛い！ちょっと、武器を全部置きなさい、下に。よいしょ。これで君たちはもう丸腰。普通の幽霊。ちょ。ほら。はい、武器置いて。ちょ、待って。あー、怖い！めっちゃ怖いんですけどー。はい。いいよ。せい。はい。よいしょ。ふぅ、あぶねえ。なんか誰か背後に回ったような気がしなくもないけど。え、めっちゃ危険なんですけど。ほら、危ない。ちょ、待って。はい。あぶねえ。めっちゃギリギリのところで繋いでいきよる感半端ないんやけど。めっちゃ半端ないんやけど。あ、でも、だいぶ余裕が出てきた。よいしょー。何、背後に回ってんだ、君。ん？もう終わりかな、この子で。ふぅ、終わったっぽい。体力もだいぶ回復したし、よかったー。これなんなんやろ。いかにも何かありますって感じ。その前にこの下にあるお金が気になった。めっちゃ隠しとるやん、どんだけなん。そしてハート。やった、満タン。満タンまで来たわ。これ何？下に穴が開いとる。鍵？ああ、そういうこと？全部の鍵をここに差し込むの。でもあの部屋の鍵、
なんかお風呂場の鍵が手に入ってないよね。あと一個、あれどうやってゲットするんやろう。マジでわからんねえけど。だってあっこ行けんもん。どう行けばいいの、ここ。どう行けばいいのよ、これ。これ。絶対行けんやん。ちょ、待って。これもしかして。あ、なるほど。レーザーって飛び越えれるのか。あ、ちょっと待って、怖い。怖いよー。あれ？ちょ、待ってください。あ！え、これ超危険じゃない？ちょ、レーザーどうなった？避けれんくね？え、ちょ、待って、怖い。これは、おうおうおう、危ねえ。で、グイージに向かってもらうってこと？あ、雲だらけや。いや、お金もそうなんやけど、今ね、ハートがめっちゃ欲しいんだ。誰かハート出してくれない？君たちお金にしかならないかな？お金も大事ない。お、よっしゃー。はい、これで上に、あー！めっちゃ助かるー！これで上にいる、ルイージも。ふぅ。んで、こっちに向かうの？お！宝石や、宝石。ちょっと待って。よいしょー。ふぅ。で、宝石吸える？あれ？そこの、宝石。あれ？宝石欲しいんですけどー。ちょっと待って、どうやって行けばいいんやろ、これ。上？あ、ここからこう。あ、なるほどね。落ちたけど。でもこれ同じ高さからやったら吸えるってことかな。え、吸えなくね？え、吸えない。なぜ？あ、なるほど。普通にこっから行けばいいのか。そしたら上に出てくる。なるほどね。何やってんだ。何をやってんだ。じゃあ、あとは。うーい。あとは。あ、来た。やっと来たよ。え、これは？ 吸盤？ よ。早く切ってしまいたい。オッケー。ふぅ。とりあえずこれ吸っとこう、邪魔。お、ハートも出てきたし、いい感じやん。なるほどね。レーザーを。ん？これなんか、吸盤、ひっつけれそうじゃない？レーザーを飛び越えるという発想が私にはなかったのね。あれ？あ、こっちから入っていけるんか。どうやってゲットするのこれ。あ、回せばいい。どっちだ？おー、来た。やったー！何あれ、かわいい。顔怖いけど、ちょっと。あれ？なんで？あっちから行ったのに。出られなくなった。ふー、最後の鍵ゲットー。はぁ、よかった。さあ、これでやっと揃った。よしよし。おーっと？マジか。お、レーザーまで。え、なに？ちっこいのがいっぱいいる。キングテレサの形やん。ちょっと待って。はい。速攻でめっちゃ吸い込んだ。はい。ちょ。怖い。やめてよー。よいしょ。
はい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 。オッケー。どんだけいるの？どんだけいるの？なんかイワシの大群みたい。ちょっと普通サイズになったよ。いきなりの。ちょ、待って。ここ私めっちゃ不利じゃない？よっ。あ、でもいっぱいハートは手に入るけど。おいおいおい。ちょ、待ってって。あ、なんか赤いのも出てきた。痛い。ちょ、待って。痛い、もう。は、よし。ちょ、待って。ああ待って、もう。はい。よいしょー。よいしょ。いけ。ふぅ。こっち向いてくる。よいしょ。はい、飛び越え。キャー。じゃあさっきの赤いのどこ行った？いた。よいしょ。そして、後ろから。あ、なんなん？この上から見た図、ずっと。よいしょ。はい。お、もういけるんじゃない？まだか。こっち来る。あ、ハート。よし。ちょ、どこ？いた、はい！急に現れた。よいしょ。これで終わりやね、君も。あ、ゼロになった。やったー、ハート！ふぅー。ここでハートが満タンになったってことはこの先ボスということか。よし。あのおばちゃんね。何やったっけ？パウダネスコナーやった？確か。なんなんこれ、開くん？鍵やもんね。おー、あ、そういう感じ。おるやん。おるやん。はい、ってことで、じゃ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。めっちゃ微妙なとこで。次はじゃあやっとマリオが助けられるということか。マリオと一緒にピーチ姫のとこに行くんやね。まあ、戦うんかどうか知らんけど。